都内の静な住宅街に立つ一戸建10代から芸能界で活躍し続けてきた広末涼子が家族のため5年ほど前に購入したこの家は彼女にとって幸せの象徴だった3人の子供たちに囲まれ女優とママという2足のわらじを履く生活さまざまな遍歴を経てようやく手に入れたぬくもりしかし忙しくも充実した彼女の日常は 一人のカリスマシェフとの出会いによって一変した広末涼子と有名シェフ鳥羽周作氏45歳の密会を週刊文春」6月8日発売号が報じた報道によると広末さんは6月3日の夜に都心の高級ホテルにチェックインそこに時間差で現れた鳥羽さんと大瀬を楽しんだそうです 別の日にに人が仲睦マジックする様子も写真と共に報じられました。広末さんには19歳の長男を筆頭に次男長女と3人の子供がいて鳥羽さんにも妻子がいる文春の直撃に両者は不倫関係を否定しましたが突然の W 不倫疑惑が世間を賑わせています 当初は関係を否定した広末だったが、14日に広末のマネジャーのインスタグラムが更新され、鳥羽様との関係は記事の通りです、と説明。不倫が事実だったことを認めた。鳥羽氏はフレンチレストラン、シを経営するカリスマシェフ。大学卒業後、プロサッカー選手を志すも、教員を経て30代で料理の世界に飛び込んだ異色の経歴の持ち主だ。 2018年にオープンした同店は2020年から4年連続でミシュラン一つ星を獲得した料理の腕前だけでなく業態の異なる8つの飲食店を運営し大手飲食店チェーンやコンビニの商品プロデュースを手掛けるなどマルチな才能を発揮する経営者としても有名だ骨太でむっちりした体型に愛らしいヒゲづらで SNS やテレビでも人気を博している 氏と広末は2021年に雑誌で対談を行っているが頻繁に会うようになったのは今年3月頃からのようだ鳥羽さんに広末さんを紹介したのはある IT 系サービス業の経営者です音楽業界や芸能界に幅広い人脈を持ち鳥羽さんの事業にも関わっています広瀬さんとさんが再会した後もこの人物がを取り持ち 短期間で2人の距離は一気にままりました。不倫疑惑が報じられると鳥羽氏が予定していたトークイベントは急遽中止になり SNS や YouTube のコメント欄が閉鎖された鳥羽さんはサービス精神が旺盛でお店でも気さくに客と話すシェフでした彼は西日本で地元の特産を生かした商品を開発中で現地に出張し味見する予定でしたが 報道後、別の人間を送る、と、先方に連絡しました。地元企業は、鳥羽さんが味を確かめないと意味がないのに、投函無理だったそうです。鳥羽氏は14日、自身のツイッターを更新し、謝罪コメントを発表した、報道された内容は、おおむねその通りですと不倫を認めている。その一方で、で嬉しさを隠せないでもいいもるという。 もともと鳥羽さんは広末さんの大ファンで、2021年に対談した際は、正直やばかったです、最高でした、完全に我を失いました、とツイートしたほど、憧れの芸能人と、恋仲、になって嬉しくないわけがない、報道についても親しい人には、自分はノーダメージ、と嘘吹いています。一方の広末は、来年公開予定だった主演映画を降板した。 大きな代償を払った彼女はある決意を固めているという鳥羽さんの猛烈なアプローチにより広末さんの心は激しく動いた彼女は芸能界を辞めてもいいと引退も辞さない構えで鳥羽さんとの再婚を視野に入れているようです広末の知人再婚に立ちはだかる大きな壁広末は決意を固めつつあるという 広末さんの不倫について、夫のキャンドル・ジュンさん、49歳、は報道前から疑っていたようで、夫婦の信頼関係は崩壊しつつあります。広末さんは夫と離婚して、鳥羽さんと再婚するつもりで、夫に慰謝料を払ってでも関係を清算しようとしています、鳥羽氏の決意も固いという、ファン上がり、の鳥羽さんでしたが、本気で広末さんとの結婚を望んでいます。 戸場さんは慰謝料と養育費を払って奥さんと別れる準備を進めているようで間もなく双方が弁護士を立てて離婚協議に入ると見られますだが大物女優の略奪再婚には大きな壁が立ちはだかるやはり大きいのはスポンサーの問題でしょうね 今回の件で広末さんを信頼していたスポンサーや広告代理店は激怒していてすでにキリンビール「本麒麟」の CM 動画は公式サイトから削除されました事務所が早急に厳重注意したのもスポンサーへの配慮からです巨額の違約金なども絡むだけに広末さんも強行突破は難しいでしょう一方の鳥羽さんも経営者として多くのスポンサーを抱える身です 広末さんとの関係を維持しつつビジネスへの影響を最小限に抑えようと次の手立てを考えているはずですジュ氏の出方も気になるところだ6月11日に福島県内で開かれた東日本大震災の復興支援活動に参加したジュ氏は妻の不倫騒動についてこう不穏にコメントした しっかりとこの後けじめをつけますので皆さんを楽しみに前室の広末の知人が語る夫婦の問題がこのまますんなり解決するとは思えません広末さんと鳥羽さんは熱いラブレターをやり取りしていたそうですどうもそれを家族が目にしてしまいショックを受けたと聞きました 今後、離婚問題に発展したとして、慰謝料だけでなく親権問題も絡んでくる。その際、不定疑惑は大きな争点となるでしょう。泥沼化する可能性もあります。幾多の困難を乗り越えて、ゴールを目指す2人。恋多き女の最後の恋、はどこへ向かうのか。